カラスマ2より西を見る中立ち売り2は、京都市の東西の通りの一つ。京都御苑の中立ち売り、五門から西へ七本松通りで一条通に接続する。堀川2までは、東高の一方通行であり、コミュニティ道路で歩道が広くなっており、車道が狭い。またカラスマ2から油の工事通りにかけて、京都府などの公共機関が多い。堀川千本通りまでは、 歩道の整備された日車線の道路となり、芝生路線となっている。千本通りを過ぎてからも二車線道路だが、道幅は狭い。中立売通りの名称は沿道に、店舗を構えない立ち売りが多かったことに由来しているが、平安系の頃は、大木町工事と呼ばれており、今でも、正擦家小学校として、名を残す。安土桃山時代には中立売通りは、 天皇の住む金利と豊臣秀吉の住む呪落台を一直線に結ぶ道であり、1588年4月と1592年1月における2回の御用勢天皇の呪落大名行,行は中立ち売り通りを通って行われた。堀川通線本通り間は京都市営バス55系統が走っている。これは京都市電堀川線廃止の代替である。ありがとうございます。